岡田敏夫のアニメ漫画や機動戦士ガンダムですね第3回です。えー、で NHK のですねあのガンダム日はで,ですねガンダム誕生日はでも流れたんですけども、えー、板野一郎さんという方がですねガンダムのまあまあ「機動戦士ガンダム」の放映の時にゲン、えー、やられたですねメカの有名な人がですねちょっと。 まあいい話を話したんで今日はちょっとそこの話をしようと思うんですけどもあ今あのコメントであの今日はガンダム出るのって言ったんですけどもうん、うん最後にちょっと出ます <laughs> すいません、えー、伊藤恩郎さんがですねあの当時、えー、安彦さんが倒れてですね、えー、機動戦士ガンダムのもう柵がガタガタガタと崩れていく時の 気持ちっていうのを語ってたんですけどもですね、あの、ホワイトベースっていうのがもう、あの頃のサンライズは、スタジオがホワイトベースみたいなもんだったと、自分らにとっては。で、最終回っていうのが、自分たちが行かなければいけない、まあだから、アマゾンの奥のジャブローっていうですね、基地であったりして、そこまでなんとか飛んでいけるか、飛んでいけるか、飛んでいけるかと思ってたところに、あの、アムロっていう天才パイロットの、 ポジションにいるですね。えー、安彦義という天才作画監督が倒れて入院してしまったと。おまけにガンダムを作ってる最中は、まず病院から出てこれないっていうのを聞いた時は、もうアムロが脱走してホワイトベースはもうダメだと。もうこうなったらどんなごまかしをしてもいいから、南米のジャブロになんとか飛んで返すことしか考えてなかったっていう話をしてたんですね。で、えな、ー、んとかこう飛んで返すことしか考えてなかったので、 そのまあそれだけその時はもうあの板野さんも「機動戦士ガンダムっていうのはすごい作品だとで何としてでも自分が助けなければと思ってたとだから自分にしてみればもうこんなカットを引き受けても一円の得にならないのは分かってるんだけどもあのジャブローに。 入る時にですね、フラミンゴが飛び立つ、ホワイトベースが、そのフラミングが飛び立つっていうですね、ものすごく大変な、なも手塚治さんがジャングル大帝でもやらなかったような、フラミンゴが飛ぶのの回り込みみたいなやつをですね、板野さんを引き受けてやった。その、それだけの男気のある板野一郎ですら、ガンダムの打ち切りが決まった時に万歳を叫んだ一人だったというのがです <laughs> なん <laughs> だろうなこの作品の業の深さっていうのを語ってると思うんですねこれだけガンダムに尽くした板野一郎のですら、打ち切りでよかったっていうふうに心の底から思ってたと思ったっていう <laughs> まあまあまあそういうふうな話です、えー、でようやっと今回のですね講義のです、ね、40分以上経った後にですね、えー、ガンダムの話が始まりますで、えー、今回のガンダムの話はですね冒頭のナレーションです 人類がです、ね、増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってとっていうあの冒頭のやつというのが何を語っているのかです、ね、当時人口爆発というのが問題になった今の僕らはそのなんだろうな日本国がこれから人口減少していく働く人が減っていくという話なんですけども1978年、79年の時代の日本ではまだまだこれから日本も人口が爆発して増えていくという危機感にあったと。 その上での話だっていうことをですね、ちょっとお含みをお聞きください。えーっとですね、それではですね、あの、これからガンダム講座第3回をお楽しみください。一応ね、用意してたんですけどもですね、まだ今回このフィギュアは使わない。来、来週ぐらいから出てくるかなという感じだと思います。それではですね、機動戦士ガンダム講座準備大丈夫ですね。はい。えー、では第3回をお楽しみください。 今日はですね、あの、サロン用の講義ということでですね、えー、機動戦士ガンダムの第3回ってありますよ、ね。で、今日もですね、えー、ダンス第3回と第4回の2回を、2回できるんじゃないかなと思うんですけども、えー、第4回で第1話に入れる予定ですね。<laughs> ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、調子良ければ30分でですね、そんなあの、長々としてもしょうがないので、ちょっとすいません。えー、っと、基本的にですね、あの、 画像とかですね、資料類はですね、あの、僕のブログにあげてます。岡田都市のブログにはアップしてますので、えー、1回からですね、3回目までは、2017年のですね、1月15日版を見てください。今回の、あの、資料なんですけども、えー、機動戦士ガンダムの台本全記録っていう本を使います。 これはあの、日本サンライズですね。当時ガンダムを作っていた会社自身から出版されたものですね。奥付け見たら1980年の12月なんですね。で、ガンダムの放送がですね、本放送が79年の、まああの、後半からですね、1980年の前半なのでですね、実はその番組の制作最中からこういう記録全集ですね。記録、あ台本全記録っていうのを売ってたんですよ。で、えー、まああの、最初、 よく言われるガンダムは最初失敗作であったとかですね、あのヒットしなかった後にガンダムのプラモデルですね、ガンプラによってですね、あのヒットしたというのは流れはその通りなんですけれども、実は当事者としてのスタッフたちはこれはもう絶対ヒットするぞっていうのは分かってたわけですね。分かってたわけなので、あのこういうですね、記録全集みたいなものをもう、えー、アニメの制作と並行してですね、出版を始めてると。確かこれの、この記録大…あの、 設定記録全集みたいなのが全5巻あって、これはあの別冊で台本なんですけど、えー、放送当時からですね、アニメックっていうですね、アニメ雑誌でですね、通信販売の受付をしてたと思います。で、えー、まあ、いかにですね、このスタッフがですね、えー、機動戦士ガンダムというのは新しい革新的なものとして作ろうとしていたのか。で、まあ、ヒットするというふうにですね、 ここまでの大ヒットはもちろん予想してないでしょうけども、これ絶対いけるんじゃないのかと予想してたっていうのがまあこれでわかると思います。で、